認は済んだようだな。今は耐えろ、倒るんじゃ。どんな状況であれ、至高の種族に敗北はねえ。私は忙しい身でな、これ以上は付き合ってやれ。所詮はひよっこじゃ。アニナバル、だがその無礼な態度はいただけん。巨人空手王加藤所属シャークオンフライカン。種族であることを今ここで証明してやる。巨人空手の神髄は水の制圧。生物は水の塊。どんな相手も敵じゃないわい。受けてよ、7000枚ガーラッパーシリ。それで満足しとくか。親父さんに勝てるなどと思うとらんかった。待たせたな、力を貸せ。いいじゃん、はい。メガパンクの部下だったんだろう。
耐久技術を止めろよ。今世界一ガードが硬い男だって、口も硬いんだ。あれ、パシミスター巨人カラケ王ガートの所属がシャークオンフライカン。受けてみよう、7000枚ガーラ回し蹴り。めちゃくちゃなやつだ。相手してられるか。わしがおる、安心せえ。こいつは海軍本部に戻って報告しとかねえと。手ごわいのも混ざっておったぞ。皆油断するな。全てが決まろう。頂点に立つ男の力だ。体制に影響はない。こちらはわしらのもの、誰にも手足はさせん。すげえな、あの魚人からてで七部会にまでなれたんだもんな。水の子、誰か助けてくれよ。人気を通すまでわしは引きはせん。よし、このまま作戦を進めるぞ。止めさせてもらった。ここは最強のジンベエの島じゃ。なかなかやりまっしゅね。見ててみよ、7000枚ガーラン回し蹴り。もう四部会はやめたくやけ。おう、カープの遠慮もいらんの。シャーショーンフライカン。この地は俺が守る。魚人カラケ王、カープの所属が六刀流奥義、六刀フライカン。追い払えた。わしがおる限りここは奪わせんぞ。